ねえ、ちょっと、おっさん。これ頼んでたやつと違うんだけど。お使い一つ満足にできないわけそれでよく社会人やってんね。恥ずかしくないのいや、だから違うっつってんじゃん。あんが頼んだのはこれじゃなくて、こっち。スマホの画面ちゃんと見ろ。つっかねえな、おっさん。あんと付き合いたいんならさ。 これくらいのこと普通にこなしてくれなきゃ困るんだけど。てか、せっかくチャンス与えてやってんのにそれを物にできねえとか、おっさんマジ無能いっぺん死んで生まれ変わった方がいいんじゃねえのあ、友達からだ。もしもーし。え、マジ行く行く。そこで待っててよ、すぐ向かうから。そんじゃ。じゃ、おっさん。ああ、仕用事できたから行くわバイバーイ。は 誰が教えるかバーカ無能で使えねえおっさんにああしの連絡先教える義理ねえから家にこもっておねんねしてろそんじゃあーマジだりーはあのバイトクソだるくてやってらんねえ客はうるせえし先輩はエロい目で人のこと見てくるしで最悪でしかねえわはあ、店長にやめること言うか あーん、でも次のバイト探すのもめんどくせぇ。どうすっかなーうん誰こいつ知らない番号。もしもーし。はいや誰ああ。あん時の使えねおっさんね。思い出した思い出した。って、おい。なんでてめえがあしの番号知ってんだよ。どっから聞いた アーシの男友達からなんで嘘ありえねえだろさえねえおっさんがアあの友達と仲いいなんてクソやってくれんじゃんおっさん今どこにいんのオッケー分かったそこ絶対動くなよ動いたら殺すから <laughs> あの野郎なめたまねしやがって絶対許さねえかんな おいおっさん、いるんだろ出てこいよ。んなとこに隠れてたのかよ。手間かけさせんな、殺すぞ。はいやもういいからそれ。昔の扱いを今ら蒸し返されても困るんだけど。だから、いらねえっつってんの日本語わかるよ、カス。ああしのために頑張ったとか言いたいわけそれ。 手に入れんの遅すぎあんしもう持ってっからそうおっさんが遅すぎるから自分で買ったつかそんなくだらないことで呼び出したわけマジふざけんなよこっちだって暇じゃねえんだよん何まだなんか言いたいことでも 何のマネだよおっさんは何それよくできた仮装じゃん吸血鬼とかもう春に終わってっけどおっさんいい年して痛すぎいや意味わかんねえから本物の吸血鬼なんているわけねえしえちょマジでやめろってこんなんシャレになんねえってば、うん ごめん無能呼ばわりしたことは謝るからほんと勘弁してお願いえ、そっちじゃなくて何、何じゃあ、そう呼ぶ。今後はおっさんなんて呼ばねえから、お兄さんってちゃんと呼ぶから。やめてよ。足が悪かったから。もう使い走りとかさせねえから、これ以上は勘弁して。あ、あ 何その足こんなの聞いてないっつあ…あ…もう終わりここまでしといてあいやそれはわかりましたじゃあもっとしてうん おっさん呼びは撤回するお兄さんこれでいいお願いお兄さんわしお兄さんにもっとめちゃくちゃにされたいっつうかお兄さんの言うこと何でも聞くからさねっ <laughs> ありがとうお兄さんマジ神今日からガチで尊敬するうん 眷属にでも何でもなるから足のことかわいがっておかえりお兄さん今日もお疲れ見て見てお兄さんのためにたくさんご飯作ったよお腹空かせてると思ってえちょマジっ <laughs> お兄さんまさかご飯じゃなくて足のこと お風呂と食事より足がフ <laughs> うん嬉しい一番に足を優先してくれるからいいよほら首元開けてやっからまた足の血吸って